独立の二宮和成の出戻りも本格指導病読みのスタート者は、タレント天国。エージェント、所属、マネジャー、最先端芸能プロダクションに。2月4日、門脇麦、31、主演のドラマ、厨房のアリス、日本テレビ系、日曜夜10時30分の第3話が放送される。 第2話は1月28日に放送され、平均世帯視聴率が5.2%、すべてビデオリサーチ調べ、関東地区と、初回から1.0ポイントダウン。さらに、配信サービスティーバーのお気に入り登録も、46.6万と伸び悩んでいる、2月4日17時現在。先行きが心配になる出だしだが、 共演のキングプリンス長瀬恋25は、さらに深刻な事態になりそうだ。長瀬が演じる栄さ幸おは、住所不定の謎のフリーター。自閉スペクトラム症の料理人八重森アリス、門脇の料理店アリスのお勝手に、住み込みバイト希望でやってくる。幸ちは一見すれていて不愛想なため周囲から怪しまれるが、アリスが気に入り。 ホールスタッフとして雇われることに、という役どころ。当初は、アリスに距離を取られていた社長だったが、彼女に寄り添うことで。